こんにちは、歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。さあ、令和3年7月25日岐阜清流文化プラザ長良川ホールでの岐阜の地歌舞伎の公演です。だち歌舞伎保存会の皆さんの青戸造紙花の錦絵、つまりこれ弁天小僧の芝居ね、浜松屋の場、うわー、これは楽しい場面ですね。皆さんいいですか、歌舞伎の悪役、これ覚えてくださいよ。正体がバレるとかえって威張るのね。そしてバレる、威張る、自己紹介、これが三拍子なんですよ。こう今言った通りの展開ですよ。浜松屋という呉服屋でね、そういう悪さを働く弁天小僧と兄貴分の南郷力丸、正体がバレる、威張る、自己紹介、このキーワードに注目して大いに楽しんでください。私たちは大地歌舞伎保存会です。当時期生産日本一の時しかでやってきました。私たちは声を上げたばかり、まだ生まれたてほやほやの団体です。今日こうしてこの舞台に立てるのは、前小栗駅会長の優しいお声掛けと、そして力強い後押しをいただいて今日この舞台を踏むことができました。本当に感謝しております。駅会長、見守っていてくださいね。コロナの関係で1年間公演が延びました。その間、松川先生、小栗先生の指導を仰ぎながら、私たちは私たちなりに真面目に精一杯練習を重ねてきました。ただ皆様諸先輩方の足元にも及ばないのは当然なんですが、ただ歌舞伎にかける熱い思い、そして同年が主体ってなっていますので、みんなで心を一つにして力を合わせて、そういったものは負けていないんじゃないかなと思っております。今日今からこの舞台の裏で、きっと初めての舞台を迎える、同年ということで、武器市長も今回は舞台に上がってくれていますので、みんな初めての舞台で心臓がドキドキしていると思うんです。そんな私たちを皆様方には、どうぞ生えば立て、立てば歩めの親心で最後まで見守っていただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
いが同流立っておくれ。後で取りに来るからよろしく頼んだよ。ありがとうございました。トトさん、早くしないと清流プラザで立ち歌舞伎が始まりますな。おお、そうか、今日は立ち歌舞伎の日か。それで出し物は何だい？浜松屋と聞いておりますな。おお、浜松屋か、それは楽しみだね。じゃあ参ろうか。入りひとかけに絞りも麺が2食5寸わずか5文か6文で茶を6杯にタバコをば何服飲んだか分かりゃしない。全くは嫌いになりゃしない。ちいと目覚ましに美しい都一の代物でも来ればよいがな。そうでございますね。はい、承知いたしました。ようこそおいでくださいました。して何をご覧に入れましょうな。京染めの振袖に手織り錦の帯地の類、またお襦袢になる木切り面ひがぬこなどを見せてくやれ。かしこまりましたでございます。おい若い衆よ、京染めの模様物、手織り錦の巻物、木切り面ひがぬこなどを持てこいよ。ただいまご覧に入れます。しばらくお待ちくださりませ。時にお嬢様、近頃濃州は美濃の国清流プラザに立ち歌舞伎が入っているようですが、お嬢様はご存知ですか？
もうとうに知っておるわいな。ああ、さすが先駆けていらっしゃいますね。やっぱりごひいきの役者は弁天小僧菊之助を演じる難波誠二郎ってとこですかね。あんなハゲ頭の役者大嫌いじゃわいな。へえ、カツラの下はハゲてるんですか。となると南郷力丸役の遠山明、これで決まりだ。おいの、何をおっしゃるお嬢様、あのような役者はただのアル中。悪いことは申しません。誰か他のものになされませ。いいえ、アル中って噂は街中でも評判でございますよ。おっと、お待たせを申しました。ささ順にお出しして。ささお嬢様、これなどいかがでございましょうか。よくお願いでございます。いかがでございましょう。大変でございますので。これがよかろうわいな。よろしゅうございますな。では、お買い上げありがとうございます。なんと、お帯を見せてくれ。あれ、かしこまりました。ささ、お帯をお出しして。お嬢様、お帯でございます。どうぞご覧くださいませ。これが良さそうじゃわいな。よくお見えでございます。これ、タモコの類も見せてくれ。あれ、かしこまりました。お嬢様、かの子でございます。どうぞご覧くださいませ。お買い上げありがとうございます。これよそ八かの子は、かの子はどちらがよかろうわいな。どちらでもあなた様の御意に行ったものになされませ。そんなら朝の葉の方にしようわいな。もう用物はご本礼ゆえ、めでたいものはよろしゅうございまする。へえ、ご本礼のお支度でござりますか。これ、それをいいやるなという頼み。すいっかい申しました。これ、万頭殿、よだれが垂れるわ。もう用物はこの二つと、お帯地は毛織に敷き、以上三本と、ひじりめんひがのこ、締めて値はいかほどなるか、勘定しておいてくれね。八幡様に参詣なし、帰りによって持ってまいる。さあお嬢様、暮れぬうちにお参り申しましょう。はい、そうしようわいな。入りましょう。世話であった。もし、ちょっと、お待ちくださいませ。までとは何ぞよおうか。ご冗談をなされますな。何、冗談と。お隠しなされた日賀の子を置いていって。おいでなさいませ。いやー、分金島田のお嬢さんが万引きしようとは気がつかねえ。頭、油断のならねえ世の中ですね。何、お嬢様が万引きをした。当てごとのない粗相を申し、後で後悔をいたしおるな。いいえ、長年商売をいたしておりますれば、ちらりと見たら間違いはござりませぬよ。そうだそうだ。もう逃げを立て、逃がしやしねえ。下にね、下にやらない。これよそ八、これはどうしたらよかろうわいな。いや、何もご案じなさることはございませぬ。お嬢様を万引きなどと悪名つけしに行く奴ら、証しが立たねば変えられませぬ。さあ落ち着いておいでなされませ。なな、なんだ、証しが立たねば変えられぬだ。よくもそんなことが言われたものだ。して万引きいたせしとは。石の子の言うは面倒だ。それ叩きのめせ。叩きのめせ。
静かにしたらよいわいの。これは若旦那お構いなさるな。こいつらは万引きでございますよ。何、この衆が万引きとかして何を盗まれたのじゃ。比嘉のこの切れを盗んだんでございますよ。待て、やあ言われなき万引き呼ばわりして盗んだというのはこの切れか。知れたことさ。これは山形屋で買った切れ、不調があるからとくと見られ。おお、見なくてどうするものだ、見なくてどうするものだ。こちとら長年商売をやってるんだ。こちとら、いや、丸の中に山の字は、これは山形屋の不調の印。そりゃ万引きと思ったのはよその代物であったのか。これ番頭、うん、この売り上げを見やれ。これは山形屋で買った証拠の売り上げ。これでも万引きといい賭けするか。それはよもや万引きとは言われまい。私はこの家のせがれ、ただいまお得意様より帰りがけ、受けたまわりますれば、若い者が心得違いであなた様へ粗相なことを申したそうでござりまする。幾重にもお詫びを申しまする。何とぞご了見くださいますよう一度お願い申します。何、一度お願い申します。どの口でそのようなことを言わしゃる。万引きでもないものによく盗っ人の悪名をつけたな。いえ、お世話一日後。黙れ。そこを。黙れ。お了見だ。ええ、黙れ。黙りおろう。俺、何を隠そう、王様は二階堂信濃の神の米付を務めなさる早瀬門戸様のご息女。この度秋田のご家中へご縁極まりし大事な御身、万引きなどとは組をつけてただ謝って済もうと思うか。恐れ入りましてございまする。その方どもでは話にならぬ。亭主を呼べ。そればかりはご勘弁を。主を出せ。そればかりは。亭主を出しゃあれ。その方がこの家の亭主か。さようでございます。異彩の様子は逐一に受けたまわりましてございます。何ともかとも申し上げようなき手代どもの不調をお詫びの酒は立てましょうほどに、どうかご了見なさってくださりませ。他ならぬ主が頼む。世のことならば了見いたしくようが、この言いばかりは。そりゃいかようお詫びをば申し上げても、ご了見はならぬというはこれも亭主の傷を見あれ。いや、こりゃお嬢様の額に傷が。いや今の拙者が申すごとくご縁極まりし大事の御身、傷がついたとあってはこのまま屋敷へお供はいたせぬ。気の毒ながら片っ端から首を並べて言い訳に、身どものこの場で切腹
組み立つ。これよそ、そのようみことあらたてるとないない、どうかしようはないかいな。今ないないにいたしたことは後日に知れてもろうります。旦那様に私めは申し訳がござりませぬ。もし侍さん、はばかりながらちょっとこれお顔を貸してくださいませ。何か、え、顔を貸せとは何用だ。え、他のことでもございますのが、今あの番頭が見間違いをしたばっかりに、わっち山でともどもどんな町人形をこしらえやったが、今お前さんの言う通り片っ端から首を眺めて切ったところで切り目もしねえねえかぼちゃやドーナツ。ここは一つお嬢さんのお言葉もあれば道でお転びなすったか、なんとかかとかと言い訳をしてやってはくださいませんか。その代わりお礼はしっかりいたさせます。もし一平やる気になってくださいませんか。しばらく待て。お嬢様、いかがいたしましょうな。もう良い加減にしてやりゃいいな。さよなればこのままに用件いたしてやりましょう。それはありがとうございます。それはちょっとお待ちを。おお、これ幸い、お屋敷から受け取ってきたこのお払いやね。お嬢様、傷は痛みますか。おいな、お待たせいたしました。それじゃあ少しばかりだ、帰りに行ってやっておきなせ。なんだ、用件すらしっかりすると言った、礼がたったの10両かね。へえ、10両じゃ、そっかい。今ないないにいたしたことが後日に旦那に知れた日には命に関わる仕事らず。だから、それだから10両出したの。それで嫌なら、よしにしなげ。おう、よしにしねえでどうするものだ。10や20のはした金で売るような命はもらぬ。100両ならば、知らぬこと。一種かけても売りゃしねえ。なんだ、おいさん、下手に出りゃつきあがれって、売らざるを頼め。よしにしろ。さあ、片っ端から切る先に、まあ、俺から先に。切れやがれ。おう、切らねえでどうするものだ。切り切りと切らねえで。あ、これさ、これさ、こんな赤顔に勝ってはいけぬ。あ、まあ、静かにしたがよい。なに、こんな奴も一人や二人、ほれ、たたっこりしとって、大事じゃねえ。顔見せ、なあ、ちょっと離せ、離せ、やだ、いや、あ、ぐちゃぐちゃ、離せ、離せ、離せ、地獄に地獄を重ねし上は、血を見るうちは変えられぬ。片っ端から覚悟なせ。あ、もしお待ちくだされ、最前より受けたまわりますれば、この扱いにて不足のご様子。金で変えざる人の命、どうかお心いるように、これにてご了見くださりませ。切れ離れ行き主が挨拶。百両ならば了見いたそう。そりゃお聞き済みくださるとか。いかにも。
これで一度安堵いたしました。思わぬことでしばしの日参り。それもことなく済む上は少しも早く。さようなれば。お二人様。そうであった。参りましょう。いやお侍、ちょっとお待ちくだされ。見れば立派なお侍、待てとは何ぞ用でもござるか。いかにも。してその用は。まま、おしもにござる。しょうがねえや。こう、兄貴もそんな窮屈なもん取っちめえよ。そうさな。俺も楽になるか。し
なるほど。しっこしもねえだろうだな。いいところまで行ったのにな。もうちょっと我慢すりゃよかったのに。惜しかったな。しかしこう、長いもんが足にペラ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 くっついて気持ち悪くてしょうがねえや。そうだろうな。しかし兄貴よ、ずいぶん蒸し暑くなってきやがったな。こりゃ一雨来るかもしんねえな。そうか。こりゃ一雨来るな。雨はやだよな。楽になったぞ。お、バンドさん、タバコ一本貸してくんね。そうよな、もう雨ばっかり無理だな。そうな、本当に。さては女と思ったわ。語りであったか。いやいやいや。消えたことよ。金が欲しさに語りに来たんだ。秋田の部屋ですっかり取られ、塩素の銭にも困ったとこから一本ばかり稼ごうと尊用者の振り袖で役者気取りの女方、うまくはまった狂言もこう乱されちゃうわけやね。本にたれ今の終わり草だ。いや、どう見てもお嬢さんと思いのほかの大語り。さてさて、太いやつだな。どうで語りに来るからね。首は欲せえが紐は太い。なんで不定の欲せえのと橋で出振る芋じゃねえ。知れねえ。国仕方いが現れても、一歩もいたさぬ大丈夫。ぐすり語りのその中でも定めて名もあるものであろうな。へえ、それじゃあまだわっちらをおめえ方は知らねえのかい。おお、どこの馬の骨か知るもんか。知らぞ、言って聞かせやしょう。浜の政子と五右衛門が歌に残せし盗っ人の種や月に引きには浜、その白波の夜働き、以前を言やは江ノ島で年傷と目の地獄が淵、江戸の百里の巻船を当てに小皿の一文、百が二百と再戦もくすみずに聖断断に悪事は昇る神の宮、岩本院で甲州の枕探しも度重なり、お手長公と札付きにとうとう島を追い出され、それから若氏の筒持たせ、ここやかしこの寺々で小耳に聞いた音やのにぬ声色で小ゆすり語り、なせゆかりの弁天小僧菊之助だ。俺のことだ。もう相釣りの修行者、不死身の中からむ公民に大磯磯大らかく、生まれは漁師になりの上、沖にかかった元船、その船釜の毒勢を
本当打ち込みしていかい船上藩の川陣を引っさらってくるかすり取り一方一名その下は地獄と何やむ暗闇も明るくなって度胸が座り老しがりや仏作に船は潮向き強情に昨日は東今日は西居所定めぬ南郷に決まる面に知って漏れてさてはこのほど世情にて鬼男と噂あり日本大門の鎧のものよな、ええ、その鬼男の切れっぱしさまず第一が日本大門忠信利平赤星十座南郷力丸弁天小僧わっちゃほんの頭数さこうしがまけに打ち負けたら兵士もしねえわ経理もしねえさあ当たったかな兵士やすよさあ今から二人ともここから突き出してくんなせ語りがばりだそんときゃ送られ行きで新しくさらしを一本切ってきたんでこっから先はあっちの働きどいつもこいつも口一つで抱いていくから覚悟しろおいまずは茶一杯くれお茶立ったまま茶出すやつなんか座ってますですよこいつはブラッパリコエクスこんな茶が飲めるかあっちよさあこう極まったら早いがいい夜が更けねえうちにキリキリと縄をかけて突き出しなせどうでいきゃ二人とも二度と再びこの茶で出るか出られねえか知らねえからだしかしご親切な一等さクビになってもお礼にゃきっと屋敷へ浮かげやすよこけ未練なことを言うな命が惜しいようでみっともねえちげえねえなるほど心の座ったものだ運な語りが現れてすぐすぐ帰りもすることか突き出せなぞと吹けたってのやに難儀がかかわらずば池を増やしてまけるぞそれじゃおめえはここのうちに難儀がかからず切る気かい面白え切られよいつか一度は二人とも刀の錆になるからだ素人心の手にかかり切られて死にゃ本望でそうだそうだ畳の上で死ねねえこしとら差しにねえで呉服屋の店から担いで出されりゃ死に花が咲くというものださあすっぱりとやらせうん戻りとあらなまあもし旦那様まあまあお待ちくだされませ彼らを切りなされたら私方はともかくもあなたのお名の出ますことあとやお腹も立ちましょうが何を申すもあるいやいやそれゆえ身どもも控えおったがあまりといえば憎いやつらでもござりましょうが大事の恩に私どもにお命じくださりませあってとあらばともかくもの方のもとよりことをこのまでいやご了見くださりますかありがとうございますどうした切るなら早く切らねえかそれとも切らずは突き出すか用が詰まった早くしてくんねえよこれこれお前方もよい加減に振ってかって言わっしゃい縛って出すの突き出すのとわしが方で言うセリフ
それを言わぬが飽きんどゆえ、ただ何事もこれぎりに義理に帰ってくださりませ。いやいやだ、消えられねえ。そりゃ何故に。二階堂の範疇で早瀬モンドが娘と言ったも、化けが現れ百両の金をそっちに経営したら、言わずと知りた、ゴブとゴブ。そっちに損はあるねえが、こっちの損は万引きと、寄ってたかって大勢に、撃たれた俺が向こうを傷。この始末はどうしなさる。さあ、それはこっちの過ちゆえ、詫びて済むなら、こっちから公約代を差し上げますが、それでどうぞお二人とも、この場を帰ってくださりませ。いい、いい、そりゃ物は相談ですよ。注意がつくなら、経理もしましょう。そう了見してくださるなら、多少なれども、この金を、取ってくださりませ。これをあちらに。こりゃどうも。あ、公約で今たった10両か。弁天小僧と南道が呉服店で語り損ない五両ずつで帰ったと言われた日には恥の恥。こりゃお返し申しましょう。それでたらずばまたどうなと。えい、発車金はいらねえわい。なあ聞くや、長くいたならに10と30、ねだり出しもしようかな。こった仕事でよがるから、今日のことだよ。それを取ってヒールとしようぜ。こう、てめえもちょっとぼんやりしたぜ。10両ばかりで蹴れるもんか。だからよ、取らねえにゃしだ、取っておけ。こんな話したがいいんじゃ蹴られねえ。たらずはなんとかしようと言うから、まさかの時のいいつるじゃねえ。いやいや、こんなんじゃ蹴られねえ。だからよ、今日のところはよ、それを取って蹴った方がな。よかろうぜ。おおー、さあそれじゃあこれで蹴ろうか。自節柄とは言いながら、はしたがりじゃやせんもんだ。ほんならそれで引き分けて無事に帰ってくださるか。ええ、今日はこのまま経理をしよう。その代わりまたこれをご縁に。これからたびたび寝れますよ。それはまっぴら、おいでにこよわらぬ。ペラボメ、こっちで用がありゃまた来るんで。そう、はい、来るね。開けろ。雨が降る前に、ね、やられてやる。おう、おい、ケイロー以外は、そのホオズキの化け物みたいなのに、その格好じゃ消えられねえだろ。なんとかしろよな。なんだ、兄貴、春も貸してくんねえか。あ、すごい。これよ、俺が着てきた羽織やら、これをよ、あ、これ着てみる。よし、こうしてよ。よし、どう。こいつは、お忘れ物だ。おめえ、それいいかよ。その頭、アキエのチラチラしてよ。それも、何とかしなきゃよ。なんだこれ。ちょっと待ってくれ、アンキ。早くしろ、雨が降るぞ。ちょっと待ってくれよ。よし、いいか。よし、じゃあこれをよ。こうして。どうだ。
こっちはおめえやるよ。これも開けるもんな。開けっすよ。どれ？早くしろよ、早く。兄貴、これでどうだ？よし、これで消えろっすよ。もしや侍さん、大きに失礼申しました。このお礼はいつか一度。ん？言い分あらば、いつでも。きっと死にゃ起きやせねよ。よし。おい、小僧、履き物を出せ。そっちの出せ。これは頭とだからダメだよ。頭も尻尾もある分か、つれと言わずにさっさと出さねえか。旦那様、おい、小僧